はい、どうも、SNC コンサルティングのスキューリーです。あともう一つね、お話したいことがあって、いろいろさ、チャレンジするじゃん？で、失敗するじゃないですか。で、誰かに何か言われたりとか、もうミスっちゃったなっていうことがあったりとかで、心折れるのはやめてくださいね。心折れる必要はないんですよ。で、その話をもうちょっと具体的にしますけれども、僕ね、探偵さんじゃないですか。とりあえず。で、探偵の業界で、例えばその僕がね、尾行調査とかやって、出るとしますね。で、昔の話しますけど、僕ね、バレたことあるんですよ。何回か、2回ぐらい、2、3回。追っかけるよね。相手を、まあ探偵だからね、対象者を尾行するわけですよ、バレないように。でも、バレることってどうしてもあって、で、相手がヒュッとね、ちょっとまあ50メートルぐらい離れた先で尾行してる相手がひょっと曲がり角を曲がったの。で、あ、やべえやべえと思って、ちょっと早歩きでさ、追っかけてって、曲がり角曲がったらさ、いるんだよ、目の前に。待ってんだよね、こうやって。で、おめえさっきから俺のことつけてきてるよね、尾行してるよねって言われて、って初めてね、バレた時は本当ね、心臓がね、口から飛び出るかと思った。やべ、どうしようと思って。で、まあそのバレた時のセオリーとして、切れるっていうのがあるんですよ。っていうか、切れないといけないんです。普通の人間ね、いきなりね、知らない人にさ、全然勘違いされて、お前探偵だろとか言われたら、あなたどうします？は？っていう話になりません？お前何言ってんの、バカじゃねえの、もう本当にぬっ殺すぞっていう感じになりますよね、普通に。なので、その探偵業界でも、もし対象者にバレちゃったら、もうガチ切れするっていう。気がね、どうにかしてんだろうと。頭いっちゃってんだろうっていう。帰れっていう話を、帰れってどこに帰るんだって話なんですけど、そういうガチ切れをするっていうのがセオリーなんですよね。で、下手な探偵はね、まあちょっと雑談入りますけど、下手な探偵はいや別に そういうことしてないですけど、勘違いじゃないですかねみたいなことを言うんだけど、そういう対応しないじゃないですか、普通の人。そんなさ、全然関係ないのに、いきなり知らない人におめえ探偵だろって言われたら、僕だったらはぁってなりますよ。怒鳴るもんね、普通に。なんだと。本当にもうありとあらゆる罵詈雑言を浴びせるよね、そんな頭おかしい人には。それが普通の対応だから、そういう対応をしなければいけないんですね。で、まあこの話は今ちょっと雑談ですけれども、でバレるでしょ。で、僕もその時そういう対応して、どうにかね、乗り切ったの。で、まあ実際にその依頼者にも連絡は行かず、その対象者からね、まあ怪しいとは思ったんだろうけど、お前探偵だろって言ったんだろうけど、僕がガチ切れするもんだから、ちょっとまあ勘違いかなっていう気持ちになるんじゃないですか。で、事なきを得たっていうのがあって。で、探偵業界では、リアルな話、バレた経験がないやつは半人前なんですよ。バレないといけないんです、絶対。バレないってことはどういうことかっていうと、一生懸命調査やってないんだよね。一生懸命尾行してないんですよ。まあ見失ってもいいかなみたいな感じな気持ちで尾行してるからバレないのよ。で、一生懸命尾行して、絶対にこいつをね、追い切ると、最後まで追っかける、まあ家に帰るなり、どっかに泊まるなりするのがまあ一区切りなんだけど、そこまで必ず追いかけて、家を突き止めるんだという気持ちで頑張ってれば、前へ前への気持ちになっちゃうから、当然バレる率が高まって、いつかバレるんです。ヒヤリハットの法則があるでしょ。そういうようなもんでさ、絶対にバレるんですよ、頑張ってると。で、バレたら当然怒られるんだけど、でも本質的にはやっぱりそこで上司とか会社のお偉いさんに、バレねえようにしろよっていうふうには怒られるんだけど、テクニカルな面では怒られるんだけど、でも本当にお前クソだなっていうふうには言われることはなかった。なぜなら、頑張らないとバレないからね。頑張ってるからバレるの。バレてないやつなんて頑張ってないんだよ、正直。うまく要領よくね、探偵っぽい仕事してるだけであって、頑張ってないね。で、それを繰り返していって、それなりの年齢の古参の探偵さんになると、もうどれだけね、ガチガチで尾行してもバレないようにはなるんだけど、最初のうちはバレないといけないんですよ。要は失敗しないといけないってこと。はい、失敗で、あなたがいろいろチャレンジするでしょ。で、失敗するでしょ。こんなことやらなければよかった、いや、うまくいかなかった、例えばメールカリうまくいかなかったね、物販ができなかったなととかで、いろんな失敗をする中で、その失敗にいちいち落ち込まないでください。失敗するってことは、頑張ってるから失敗するのね。
頑張ってなかったら失敗しないんですよ、そもそも。なんか中途半端でネットビジネスだとかだったらね、中途半端でダラダラダラと言って、あーなんか諦めようかなっていう感じの終わり方になる。うん、失敗すら、いややっちったな、マジいなと、うーん、あー下手打ったなっていうぐらいな失敗っていうのは、頑張ってるからそういう失敗になるので、なので、もしあなたがいろいろチャレンジしていってね、で失敗したりさ、なんかその変なことになったりとか、なんか嫌だなっていう気持ちになったりしても、それは頑張ってる証拠だから落ち込まないでください。いいんです、それで。で、同じ失敗繰り返さないように頑張ればいいだけね。はい、っていうお話をしました。はい、頑張っていきましょうね。今回は以上です。 SAC コンサルティングの月寄りでした。ではまた。